というか操舵した時はいいんだけど、はい、車の動きに対して、はい、ハンドルが軽いんだよね。だこのぐらい動くんだったらもうちょっとこのセンターのこの辺の手応え上げないと。もうちょっとスポーツモデルだったらシート位置下げて、なんかお尻ももうちょっと下げてスポッとこう入るような感じの方が、あの雰囲気が出るんじゃないかなって思うんですね。だからそういう意味で、このドラポジがこのステアリングポストダッシュボードに対してまだこうちょっと高い、だからちょっと上からこうそのペダルを扱っているような感じがあるので、こういったところがあの、まあ、昔のスバルのままなのかなっていう気がするんだけど、ちょっとドライビングポジション的にはこの STI WX STI はもう少し低い方が、雰囲気が出るかなと思いますね。ただ高いので、まあ、視界は確かにいいんですね。で高速周回の方はスピードはものすごくこう上がっていくんですけど、実際そのレーンチェンジするとこうアジリティが結構高いんですね。昔よりもこうボディとタイヤサスが一体感があってスッとこう横にあのレーンチェンジできる感じがあるんですけど、ただその時のステアリングフィールがちょっとこの辺が、軽いかなって感じがします。ステアリングの軽さで言ったらもうちょっと穏やかな動きの方がいいかなと思うので、ステアリングが軽くて実際の動きが速いから、ちょっとこう戸惑う感じはあるんですね。でこの辺もこの STI の、WX の乗り味みたいなものをどういう風に作っていくのかっていうところに結構勝ってくるので、まあ好きか嫌いかで言えばもうちょっと重めの方がいいかなと。ただこう止まってる時に操作すると、かなり重いんですね。だから止まってる低速側でもうちょっと軽くして、車速上げたところでもうちょっと重くした方が、このステアリングフィールなんかではあのもっとあのドライバーに関しては使いやすさとドライバーの安心感とか、楽しさっていうのは湧いてくるような気がします。ステアフィール大事だな。あのこうやっぱり一貫してるものがあって、まあ、今乗ってるのは、CLA の A45MG、まあ、リアル AMG なんだけど、やっぱりそのベースのメルセデスのこう延長線上に、まあ、いろんなその安全デバイスとか、さまざまなその運動性能がやっぱあるんですね。だからAMG だけがのなんかこう別の世界を持ってるんじゃなくて、まあ、メルセデスの一つの方向のこう極端というかそのスポーツ性を高めたところにあの AMG があるんだけど、やっぱりその基盤となっているのはメルセデスのその安全への哲学みたいなものがしっかりあって、まあこれがまあ700万という値段のあの価値なんだろうなという気はしましたね。高速を走るとやはりこう電動パースでスバルの WX-STI が、まあ、従来型の油圧パースだったので車速によってちょっと高速側では軽く感じちゃうんですけど、これはもう見事に低速から高速までちょうど欲しいと思う操舵力をそのスピード域で与えてくれるので、本当にどのスピード域で走っても車との一体感とかあの安心感とかっていうのがあります。とにかくこのステアフィールが今やっぱり一番大事かなと思いますね。でもちろんその上下の乗り心地とかもあるんですけど、ステアフィールがしっかりしてるから、高速走行が安心していられるっていうところがあるので、そこはあの電動パースで昔ダメだって言われてたんですけど、今はもう完全に電動パースでじゃないとダメみたいなところについにメルセデスの技術が、まあ、チューニングなんでしょうけど、そこまで来たなっていう感じがしますね。そういう意味で高速は本当にアジリティとコンフォートが、まあ、よく程よくバランスしている。